はい、ミスターマヨミさん、動画がたくさん上がってきて素晴らしいことだと思います。すいませんけど、全部はね、私も見てないんですけども、たまにこうね、 サムネイルを見てその中でちょっとクリックしてみようかなどんなやつかなと思ってクリックさせていただきましたまあ、その中でアンティークの小物とかねお皿とかをあげてるのは私としても目新しいなと思ったんであこれはいいなと思いましたね私がこと皿に興味があるわけではないんですけどもこういうふうなジャンルでやっぱアンティーク好きっていらっしゃいますんでそのアンティークのお皿の感想とかデザインとかじゃなくてその歴史とかそのアンティーク皿がねどの王朝に使われたかとかどういうふうな貴族が好んでいたかみたいなストーリーもくっつけるといいと思います、まあ それはねあの本当の真実じゃなくてもいいと思うんですよ今の時代にマリー・アントワネットが生まれてきたらこういう食器を好んだんじゃないかなみたいなストーリーを想像で作ってずっと出していくというねマリー・アントワネットシリーズとかねルイ13世シリーズとかってこういう風にやっていくとどうかなと思いますよね。自分がが例えばナポレオンの生まれ変わりを演じながら 食器を紹介していくみたいなシリーズもできるんじゃないかなと思いますよね。それからハリケーンのことですけども、やっぱりハリケーンっていう言葉よりも、ドリアンっていうふうに特定した方が検索にかかりやすいっていうのはあるんですよ。で、トヨタのラブフォーもそうですけども、私のね、ベルファイアって車を、まあ、持ったからこそ、そのベルファイアってのを必ず入れるんですよ。自分が車を買ってみたよりも、ベルファイア20、えっ、ー、と、何ですかね。 ーベルファイアの20っていうシリーズなんですけどねそういうのを買ってみたっつったらこれからベルファイアを買おうとしてる人乗ろうとしてる人が検索する可能性が高いんですようんだから車っていうのはやっぱ特定の名前を入れておくっていうのがすごくいいんではないかなと思いますよねうん特にね動画の上がってない車を上げるとかね そういうのもいいと思いますし、上がってる動画だからこそニーズがあるから上げるっていうのもいいと思います。まあ、その中では、やっぱり独特な視点っていうのはね、入れた方がいいと思いますし、自分はこういう使い方をしてますみたいなところでね、興味を持っていただく、既にその車を持ってるオーナーさんが、他のオーナーさん、どういうふうに考えてるのかなっていうのもね、いいと思うんですよ。まあ、私はこれをね、ナイトライダーのそのトランザムでやってるってことなんですけどもね。うーん、まあ、トレンドなわけですよ、こういうキーワードっていうのは。で、テーマパークですね。テーマパークは実際に行ったところを撮るのもありますけども、 実はですね、今、あの、ミスター真弓さんが、 あの動画のキャプチャーっていうのがあるじゃないですかあれをもってですねおマイアミそれからフロリダにはこんな風なテーマパークがあるんだってことでいろいろ比較検討しているところとかをお、まあ、放送するっていうのもいいと思いますよね今度行くテーマパークはここに決めようかなあそこに決めようかなみたいなところですよねでここのテーマパークはこんな特徴があってこのテーマパークはこんなあ特徴があるとでそこに行くまでのルートがこれで渋滞情報がこれでとか飛行機で行った方がいいのか交通機関がいいのか車で行くのかみたいなことをねずっとやっとくと おすごく面白いんではないかなというふうに思います。まあ、いろいろとね。 工夫しながらまたやってみていただきたいと思います。で、それから再生リストね、使われてるみたいで、あのー、すみませんでした、私も気づきませんでした、えー。再生リストとってもね、効果が出やすいと思いますんで、やってみるといかがかなと思います。まあ、こうしてみるとね、ミスター・マイアミさんの進捗って言いますかね、行動ってのは、あまあ、進化の実績もありますけども、実際にすごいやってるなと思います。うん、それにやっぱり引っ張られるように、他の速果塾内の YouTuber さんもね、どんどん動画を上げていっていただいて、えー、すごくね、活性化してるんではないかなと思います。えー そっか塾のね、YouTuber さんの動画の総再生数とかって見てみると、ものすごいパワーになると思いますんで、まあそういう中からね、コラボ動画っていうのもあると、またさらに面白いんではないかなと思っちゃったりしますよね。これからも m r ター a m m さんの動画をサイトの方に上げていきます。私のそっか塾サイトの方に上げていきますんで、よろしくお願いします。まあ少なくとも100話ぐらいまではね、私のそっか塾サイトの中で紹介しようと思いますし、その後はあ、まあどういう風にするかちょっとまたね、考えさせていただきます。そっか塾っていうのは、6月あ、9月か、今月の30で、 一応ね第3期終わりますんでこれから10月からのね第4期10月11月12月という第4部即可塾ジェニス2の第4部も引き続きご一緒させていただければと思いますそれではまた会いましょう